こんにちは、みんな。健康を害することを恐れて、好きな食べ物を控えるのは当然だと思ったことはありますかそれとも、体が疲れているのに毎日運動したり、効果がないのに薬を飲み続けたり、すべて健康のためでしょうか確かに、私たちの多くは、そうだ、それが正しいことだ、と思うでしょう。しかし、それが本当に正しい方法なのか、疑問に思ったことはありますか 私たちは若い頃、有害なことを避け、良いことを粘り強く、続ければ必ず健康になれると信じています。しかし、時間が経つにつれて、物事は必ずしもそうではないことに気づくでしょう。私たちは真実だと思っていることがたくさんありますが、現実は大きく異なります。今日は、これらの習慣について新しい視点を探っていきます。 老年期は実際には私たちが期待しているものとは大きく異なる可能性があり、その違いは私たちが想像しているよりも残酷である場合があります。私たちは、若い頃、健康に生きて健康を維持していれば、老後は簡単にやってくると考えがちです。しかし実際には、老後とは単に長生きするということではなく、健康や依存という新たな課題を抱えながら生きるということでもある。 日本の平均寿命は男性が約81.6歳、女性が87.7歳です。しかし、健康寿命、つまり深刻な健康上の問題を抱えずに生きられる期間は、はるかに短いのです。男性の健康寿命は約72.6歳、女性は、約75.5歳です。これは、日本人男性は平均して9年近く、 女性は不健康な状態で亡くなるまで約12年間生きることになることを意味する。人生の最後の数年間は、食事や移動などの基本的な日常生活を行うのに他人の助けが必要な時期であることが多く、場合によっては睡眠時にも助けが必要です。この時期は、ゆっくりとした老後を期待できる時期ではなく、肉体的にも精神的にも限界に直面する日々が続きます。80歳になると、 私たちの体は70歳の時と比べて完全に変化します。早起きしてストレッチするなど、昨日までできていたことが、今日は突然できなくなるかもしれません。足を伸ばしたいのに、以前のように足が柔らかくなり、腕が重くて持ち上げることもできなくなります。自分の体が自分の意志に従わなくなっていることに気づいた時、それは恐ろしい瞬間でした。年を取ることの残酷さは、 身体的なものだけではありません。私たちが常に信頼している記憶も、徐々に脆弱になっていきます。時には、見ないがどこにあるのか突然忘れてしまうことがあります。たった今、子供に薬をちゃんと飲むように言われたばかりなのにです。自信を失い、混乱し、自分に疑問を抱く瞬間が訪れます。自分は認知症なのか、と不安に思い始めます。身体だけでなく、 心も自分の思い通りにいかなくなっていく無力感は何とも言えないものです。子供たちはあなたを気にかけ、病院に連れて行ってくれたり、食事や薬を心配してくれたりするかもしれません。しかし、彼らにはどうにもできないことがあります。それはあなた自身が感じる避けられない老化の現実です。老後の変化は時に私たちが想像もしなかった厳しい現実を突きつけます。 その一つが、配偶者や大切な人を失った時に感じる孤独と絶望です。昨日までは、健康とは言えないまでも、一緒に食事をしたり会話を。楽しんだりしていたのに、翌朝目覚めると、隣にいたはずの配偶者がもう息をしていないことに気づきます。彼は静かに旅立ってしまったのです。葬儀を慌ただしく終えた後、かつて笑い声に満ちていた家が、 今では恐ろしいほど静かで空虚に感じられる瞬間が訪れます。それは、本当の意味で老後の孤独が押し寄せる瞬間です。80歳を超えると、健康の、壁を乗り越え、精神的な挑戦、つまり喪失や孤立と向き合うことが、求められます。もし精神的、肉体的に十分な準備をしていないと、この時期は人生で最も困難なものになるでしょう。しかし、その、 壁を乗り越えることができれば平穏な幸福に満ちた約20年間の老後を楽しむことができるのです。これこそ、長寿100年時代と呼ばれるものです。ある本に基づいて、今日私は、この困難な時期を乗り越えるための6つの方法を共有したいと思います。この教えは、70代の方々だけでなく、50代、60代の方々にも役立ち、将来に備えるためのヒントとなるでしょう。 80歳の壁を乗り越えるための最初の方法は、高校な子供よりも、配偶者が重要である、ということです。私たちの国では、財産を持つ年配者が再婚を望むと、しばしば子供たちからの反対にあいます。一方で、財産がない場合、子供たちはしばしばその再婚を祝福します。なぜこの違いがあるのでしょうか。財産がある場合、子供たちは相手が財産目当てで、 結婚しようとしているのではないかと心配します。そして、自分たちが相続するはずの財産が減ることを恐れます。しかし、財産がない場合、子供たちは、良い相手が見つかって、親が一人で寂しくなくなるのは良いことだ、と安堵し、再婚を祝福するのです。子供たちがどんなに親孝行であっても、彼らが配偶者の役割を完全に果たすことはできません。疲れたり孤独を感じたりするとき、 あなたのそばでケアしてくれるのは、遠くに。住んでいてたまにしか訪れない子供たちではなく、配偶者なのです。だからこそ、どんなに配偶者を愛していようが、または時に憎んでいようが、生きている間はお互いを大切にし、思いやりを持って接するべきです。老後は、多くの人にとって心配事が尽きない時期です。80代に入ると、体は急速に衰え始め、 健康問題や精神的な課題が次々と現れます。しかし、この老化の進行をただ受け入れるのではなく、80歳の壁を乗り越え、幸福で健康的な老後を楽しむ方法を見つけることができます。第一の方法、自分ができることを続ける。80歳になると、多くの人が、毛細を取ったから、無理をしない方がいいと考え始めます。しかし、 これは誤った考え方です。自分でできることをやめてしまうと、体は急速に衰えます。日本では、82歳を超えると急速に老化が進む人が多く、その理由の多くは、日常の活動を早くからやめてしまうことにあります。例えば、運転は多くの高齢者がまだ続けられるスキルです。高齢ドライバーによる事故が報道で取り上げられることが多いですが、 実際には若者による事故の方が多いのです。安全に運転できる能力があるならば、免許証を。急いで返納する必要はありません。免許証を返納すると、外出の頻度が減り、運動や社会的交流が少なくなります。これにより、身体の機能が低下するだけでなく、認知機能の低下や記憶喪失の進行も促進されます。運転に限らず、 自分でできることは何でも続けましょう。もし学びたいことがあるなら、80歳になっても新しいスキルを学ぶことを恐れないでください。学ぶことは精神を若々しく保ち、人生に新しい楽しみを、もたらします。学び、活動し続けることで、寿命を伸ばし、意味のある人生を送ることができるのです。第二の方法、資産を使って幸せな老後を楽しむ。 多くの高齢者が見落としがちな事実は、子供のために財産を残す代わりに、自分のために貯めたお金を完全に楽しむことができるということです。実際、健康でお金があるうちに、そのお金を賢く使って、より良い生活を送るための投資をするべきです。子供に財産を残すことを、心配するのではなく、そのお金を健康管理や旅行、自分に喜びをもたらすことに使うことを考えましょう。 また、年をとってから再婚したいという希望がある場合、特にあなたに財産がある時に、子供たちの反対を恐れないでください。他人があなたにお金目当てで近づくかどうかを気にする必要はありません。自分の財産をコントロールできている限り、重要なのは、残りの人生を共に過ごすパートナーを得ることです。孤独な家で、一人で暮らす代わりに、必要な時に一緒にいてくれる人がいることが大切です。 たとえその人がどのような理由であなたに接してきたとしても、老後の孤独を避けることができるのです。これは、忙しい生活を送る子供たちには難しいことです。第三の方法、痛みを黙って我慢せず、無礼にもならないでください。80歳を過ぎると、体に病気の兆候が現れるのは避けられません。80歳以上の人の解剖では、ほぼ全員に小さな腫瘍や、 動脈硬化の兆候、あるいは認知症の初期症状が見られます。これは、以前どれほど健康であったとしても、この年齢に達した人は誰もが何らかの病気を抱えていることを示しています。ですから、痛みや病気の兆候を我慢して黙っているべきではありません。我慢することで状況は悪化するばかりです。代わりに、家族や医師に自分が感じていることを伝えましょう。 医療の助けが必要になるかもしれませんが、それは弱さの証ではなく、自分の健康を守るための賢明な選択です。一方で、周囲の人々に対して無礼になったり、感情的になったりするのも避けましょう。年を取ると、身体の衰えによりイライラしやすくなりますが、自分をケアしてくれる人々に対して怒りをぶつけることは、状況を悪化させるだけです。 自分自身や周囲の人々に対して優しく接することで、老後の生活がよりポジティブで満足のいくものになります。年を重ねると、特に80歳を超えた頃には、生活習慣や健康管理の方法を調整する必要があります。多くの人が、健康を守るために厳しい食事制限を守らなければならないと考えますが、ある年齢に達すると、そのようなルールは必ずしも適切ではありません。では、 どうすればよいのでしょうか。一位より多くのタンパク質が必要。もう一つの一般的な誤解は、高齢者は健康のために野菜だけを食べるべきだということです。しかし、体が老化するにつれて、実際にはより多くのタンパク質が必要であり、肉は重要なタンパク質の供給源です。十分な栄養を摂取するためには、肉を含むバランスの取れた食事が不可欠であり、 それによって筋肉や骨の健康を守ることができます。もしお酒が好きなら、適度に楽しむことは問題ありません。食事中に少量のアルコールを楽しむことは、それほど害を及ぼすことはなく、体が許容できる限り、少しの楽しみを持つことは、完全に許されます。ただし、80歳を過ぎると骨密度が低下するため、飲酒時には転倒しないように注意することが重要です。 転倒すると骨折のリスクが高まるからです。2. 健康のためにあまり苦しまないでください。食事の量を減らす、辛いもの、塩辛いもの、甘いものを避ける、油っこい食べ物を控える、といった一般的なアドバイスは、健康を保つための黄金のルールとしてよく知られています。しかし、これらの、ルールは60歳以下の人々に有効であるだけで、80歳を過ぎると体が大きく変わり、 厳しい食事制限はそれほど効果をもたらさなくなります。むしろ、自分を過度に制限することは、生活の質を低下させる可能性があります。もし何か食べたいものがあるなら、それは体がその栄養素を欲しているサインかもしれません。従って、体重を維持したり、ダイエットにこだわりすぎる必要はありません。多くの統計によれば、少し。太っている高齢者の方が、 完璧な体重を維持している人よりも長生きする傾向があります。重要なのは、体に十分なエネルギーと栄養を与えることであり、厳しい食事制限に自分を縛り付けることではありません。3. 健康診断を頻繁に受ける必要はない。80歳を過ぎると、定期的な健康診断がかえって不必要な心配を引き起こすことがあります。体が老化するにつれて、体内の数値も変化します。 健康診断の正常値はあくまで平均的な値を反映しているにすぎません。しかし、正常か異常かという数値はあなたが健康かどうかを決定するものではありません。異常値が出ていても健康で長生きしている人もいれば、正常値であっても健康に問題を抱えている人もいます。これらの数値に過度にこだわることは、ストレスを生み、不必要なプレッシャーを感じる原因となります。 最も重要なのは、自分の体の声に耳を傾け、数値ではなく、自分がどれだけ元気に、感じているかに焦点を当てることです。4. 無理な運動ではなく、軽い運動を。若い頃には、激しい運動が健康によく、体を強くし柔軟に保つことができました。しかし、80歳を過ぎると、高強度の運動は利益よりもリスクを伴うことが多くなります。 過度の運動は体内にフリーラジカルを生成し、老化を促進する可能性があります。80歳を超えたら、体を過度に使うのではなく、軽い散歩などの活動で十分です。これにより、無理なく柔軟性と全体的な健康を、維持できます。5.80歳を超えて人生を楽しむ。80歳を超えたら、厳しい健康ルールに縛られず、 人生を存分に楽しむことが重要です。楽観的にリラックスして体の声に耳を傾けることが年をとってからの壁を乗り越える鍵です。自分が好きなことに集中し食べたいものを食べ時にはお酒を楽しみ軽い散歩をし健康診断のことはあまり心配せずに過ごすのが良いでしょう。生活をシンプルでリラックスしたものにする。ことで 老後をより豊かに楽しむことができるのです。何よりも、健康は単なる医療の数値や完璧な食事、運動習慣から来るものではなく、自分自身を快適にし、幸福に感じることから来るのだということを忘れないでください。80歳を過ぎたら、日常の細かいことに縛られず、人生の小さな喜びを楽しむことで、老後をより豊かにすることができるでしょう。多くの人が80歳を過ぎ、 がんと診断されると、延命を希望してすぐに手術を決断します。しかし、実際には手術で腫瘍を取り除くことが成功しても、以前のような生活に戻れない人も少なくありません。なぜでしょうかそれは、体が手術の影響に耐えられるだけの力を失っているからです。たとえがんが取り除かれても、全体的な健康状態は深刻に悪化し、 自分で身の回りのことをできなくなり、寝たきりの生活を送ることになるのです。80歳を過ぎると、体はさらに弱り、生命機能も次第に、低下していきます。つまり、癌にかかったとしても、その進行は非常に遅く、転移もあまり起こらないことが多いのです。このような高齢の患者にとって重要なのは、単に癌細胞を取り除くことではなく、手術後の生活の質を維持することです。 癌が日常生活に大きな影響を与えず、強い痛みを伴わないのであれば、多くの医師は手術を選択するのではなく、癌の管理を考慮するようアドバイスしています。多くの場合、この年齢の。人にとって重要なのは、病気を治すことではなく、健康と自立した生活を維持することです。病気が直接生命を脅かさず、日常生活に大きな支障をきたさないのであれば、 手術を選択するよりも、病気と共存することが良い選択肢となることもあります。過度の治療や薬の乱用、頻繁な手術は、体を傷つけるだけでなく、すでに脆弱な健康状態をさらに悪化させ、望ましくない結果を招く可能性があります。80歳を超えた時にもう一つ。覚えておくべき点は、健康に関する理想的な数値を追求することが必ずしも必要ではないということです。 実際、あなたの年齢での健康指標が、若い世代の基準からすると、異常に見えても、あなたにとっては、正常となっているかもしれません。例えば、血圧やコレステロールの数値が高いかもしれませんが、日常生活に支障がなければ、それはあなたの体にとっての、新しい正常値かもしれません。過度な検査や薬の使用。積極的な治療を通じて理想的な数値を追い求めることは、 これまで維持してきた健康バランスを失う原因となるかもしれません。80歳を超えた後を軽やかに過ごすための最も重要な方法の一つは、信頼できる医師を見つけることです。残念ながら、現在の医師の中には、患者の話をよく聞かず、検査結果の数値だけを見て判断し、患者の実際の感覚に注意を払わない人が少なくありません。血圧やコレステロールの数値が高いと、すぐに、 薬を処方する医師もいます。小さな腫瘍が見つかった場合、多くの医師はすぐに手術を進めることがありますが、その手術が患者の体に負担をかけすぎないかどうかを十分に検討していないことがあります。80歳を超えると、大規模な手術や長期にわたる治療に耐えられるだけの体力がなくなります。薬を大量に服用したり、頻繁に手術を受けたりすることで、体力が消耗し、 疲労困憊の状態に陥ることがあります。これが寿命を延ばすどころか逆に短縮させる要因となることもあります。そのため適切な意思を見つけることが非常に重要です。高齢者にとって適切な意思とは常に手術や薬を推奨するのではなく患者の話に耳を傾け患者の人生の各段階に応じた最良の選択肢を共に見つけ出してくれる意思です。 もしあなたの医師が、手術以外に選択肢はない、というのであれば、それは適切な医師ではないかもしれません。また、薬を服用して健康状態が悪化しているにもかかわらず、医師が、そのまま薬を飲み続けてください、というのであれば、別の医師を探すことを検討すべきです。検査結果に基づいて厳格な医学的ルールに従うだけで、患者の声に耳を傾けない。医師は、 高齢者にとって最適な選択ではないかもしれません。80歳になると、病気を治すだけの医師ではなく、残りの人生を快適で幸せに過ごすために寄り添ってくれる医師が必要です。特に80歳を迎えた時、適切な医師を見つけることは、健康を守り維持するために非常に重要です。優れた医師とは、専門知識だけでなく、あなたの不安に耳を傾け、理解してくれる人です。 もし薬を服用して体調が悪化していると感じたときに医師が耳を傾けて薬の変更や投薬量の減少を提案してくれるならその医師は信頼に値するかもしれませんこれはその医師が検査結果にのみ頼らず患者の感じ方を重視していることを示しています年齢を重ねるにつれて病院での診察が日常の一部になることは避けられませんもし診察を受けて安心感があり 自分の話を聞いてくれ、治療過程で一緒に歩んでくれる医師がいるなら、それが適切な医師である証拠です。特に、健康状態が頻繁に変化する高齢者にとって、信頼できる医師との良好な関係は、治療をより心地よいものにします。だからこそ、年を取りすぎる前に、適切な医師を探すべきです。50代や60代のうちに、複数の病院を訪れ、 様々な医師と出会うことを始めましょう。医療システムに慣れ、若いうちに適切な医師を見つけることが、老後に健康を管理するための一歩となります。80歳になったら服用する薬の量を減らすことが重要な。アドバイスです。80歳を超えた時に考慮すべき要素の一つは、日常的に服用する薬の量を減らすことです。診察を受けると、 それぞれの専門医が自分の専門分野に関連する病気だけを重視することがよくあります。このため、心臓の薬、内科の薬、消化薬、関節の薬など、異なる医師から多くの薬が処方されることがあります。その結果、毎日一握りの薬を服用しなければならない状況が生まれます。高齢になると、薬を多く、服用すればするほど、 予期しない副作用のリスクが高まります。特定の薬は、長期間にわたり高容量で使用すると、治療薬から、毒薬に変わり、体に害を及ぼす可能性があります。現代の医療システムでは、専門分野ごとの治療が行われ、患者の全体的な健康状態を考慮せず、個々の症状だけに焦点を当てることがあります。60歳の時点では、 この専門的な治療が効果をもたらすかもしれません。しかし、80歳を超えると、体は以前のように治療に対応できなくなります。例えば、循環器の専門医は、コレステロール値が高いため、コレステロールを下げるように進めるかもしれません。しかし、高齢者においては、コレステロールを下げる薬が免疫システムに悪影響を及ぼす可能性があり、感染症にかかりやすくなったり、 がんのリスクが高まったりします。その結果、心血管疾患ではなく、がんや肺炎などの感染症で命を落とす可能性が高くなるかもしれません。同様に、80歳で高圧薬を服用すると、血圧を下げすぎることが、臓器への血液や酸素の供給不足につながる可能性があります。これにより、低血糖症や酸素不足などの危険な合併症が引き起こされ、 健康に深刻な影響を与えることがあります。そのため、高齢者にとっては、血圧や血糖値を若干高めに維持する方が良い場合もあります。老化した体には、新たなバランスが必要であり、若い人々の基準に合わせる必要はありません。本当に必要な時だけ薬を使う。もう一つの重要な原則は、本当に必要な時だけ薬を使うことです。頭痛がするなら、 頭痛薬を飲む。胃が痛いなら、胃薬を飲む。消化不良なら、消化薬を使う。しかし、これは、何年も前に医師が処方した長期的な処方を守ることを意味するものではありません。必要な時だけ、最低限の量で薬を、服用するべきです。現実には、多くの人が医師から処方された薬を、そのまま何年も忠実に服用し続け、 亡くなるまで飲み続けることがよくあります。彼らは、それが健康を維持する唯一の方法だと信じています。しかし、現代医学では、長期間にわたる多種類の薬の使用が実際に長期的な利益をもたらすかどうかについて、まだ十分な証拠がありません。逆に、薬の乱用は高齢者にとって予期せぬ害を引き起こす可能性が高いです。このビデオが役に立ち、 行動を起こすきっかけになると思われる場合は、ワンとコメントしてください。そうでない場合は、ゼロとコメントしてください。あなたのコメントは、私たちにとって非常に重要です。ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。このビデオをご覧いただくために、貴重なお時間を割いていただきありがとうございます。こんにちは、また会いましょう。